慣通りね。つまんない女。あとはよろしく。アズマ君、早く。はいはいっと。本当に開くのかよ。まあ見てて。開いた。すごい。よし、入ろう。東くん、天才だね。うん、まあな。おい、そういえば、なんでセキュリティが切れてんだ？静かに。うん、思ったより多いな。さ、早く探しましょう。学生が入り込んだのか。しかし非常ベルは鳴らなかったな。阿部くん、日本語が書いてあるものなんてないよ。外国語なんじゃない？バカ、徳川の埋蔵金だぞ。外国語なわけないだろう。お前、脳みそツルツルなんじゃないのか？今度行ったらしばく。ねえ、埋蔵金ってどのくらいのサイズ？一部らしいけど、結構かさばるはずだ。じゃあ、箱探した方がいいね。あった。棺？この中に埋蔵金があるの？違う。それは私の探し物。見つけてくれてありがとう、阿部君。どういたしまして。さあ、俺たちはお宝だ、お宝。相当奥の方に埋まってる可能性もあるから、気合い入れて探せよ。何よ、偉そうに。うわ、キモ。両家の御霊場よ。それにしても綺麗な状態ね。腐敗もしていないし、寄生虫にも食われてない。匂いだって、高級なビーフジャーキー。失礼します。なんだ、高梨先生でしたか。ああ、これは三宅さん。すいません、一言声をかければよかったですね。お騒がせしました。いえいえ、職員寮の方にいらっしゃると思ってましたが。山を下ると人家が多いでしょ。街の明かりでせっかくの花火が台無しになってしまうんですよ。
なるほど。妹です。遊びに来てまして。ああ、それで花火を。全然喜んでくれないんですけどね。ちょっと、何サボってんのよ。俺の役目は果たしたんだからいいだろ。たく、珍しい機材でも見れるかと期待してついてきたのに、ガラクタばっかだもんな。必殺剣の餌食になりたい。通信教育のくせに。なんだと。あっ、よく避けたね。おい、やめろバカ。ふざけてる場合か。時間がないんだぞ。おい、こら、聞いてんのか。おい、霊嬢と使用人か。タイムアップよ。引き上げましょう。もう少し。ないって。埋蔵金なんて嘘だったんだよ。見つからないうちに逃げよう。ほら、急いで。フロイライン、ユーフロジーヌ。
カルト研究会第1回納涼クエスト大失敗だったね。埋蔵金が見つかれば新しい冷蔵庫買えたのに。阿部くんが怪しいネット情報なんか信じるからよ。確かにここは計画の発案者が責められるべきかもね。鴨志田先輩だってこのサイトなら信じて大丈夫だって言ったじゃないか。あら、ミイラが眠ってたのは本当だったじゃない。私に責任転嫁しようとしたってダメ。それあなたの悪い癖よ、阿部くん。お金に目がくらむからよ。さて、どう責任取ってもらおうかな。ここはパーッと裸踊りでもする？阿部くん、ふざけるな。何が責任だ。皆川だって埋蔵金が欲しくて参加したんだろ。私は面白そうだったから参加したの。肝試しよ、肝試し。うん、正しいオカルト犬ね。嘘つけ、綺麗事言うな。しかし本当に鍵を開けるとは思わなかったな。高校時代からそれだけがこいつの取り柄でね。だけって言うなよな。無理やりやらしといてよ。東くん、嫌なら断ればよかったのに。皆川が好きなんだよ。だから断れないんだ。皆川だって無意識に東が好きだからちょっかい出してるのさ。何それ、そんなわけないでしょ。変なこと決めつけないでよ。そうだね、それはちょっと違うな。ちょっとじゃない、全然違う。じゃあ二人はどんな関係なの？腐れ縁よ、腐れ縁。何が悲しくてこんなロリオタを相手にしなきゃいけないのよ。勘弁してよね。俺だって通信教育で中国憲法を覚えたつもりの格闘オタクになんて興味ないね。何？通信教育なめんな。はい、そこまで。お開きにしましょう。お開き。君は？はい、迷子です。この場合は、あ、でもそれじゃあ、でもでも、ちょっと待ってよ。君。何をやってるんだね。それにあの扉はどうして壊れているんだね。まさか。君が…あ、いえ、その…とにかく、ちょっと来なさい。あ、いや…お見事です、お嬢様。アルマ…やっちゃった…良いのです。殺していただくために連れてきましたので。え？必要な情報は、すべて聞き出しました。もう用済みなんです。用済み？あ、そう。ん？いや違うでしょう。なんで私にやらせるのよ。私が殺したくないからです。ああ、なるほど。いや、だから違うでしょう。相変わらず面白いですね、お嬢様は。私は面白くない。お嬢様と違って私は非力ですから。それより、お勉強の成果があったようですね。
この国の言葉を実に自然に喋っていらっしゃいます。ああまあね。歴史も覚えましたか？ええまあ大体。文化よ。この国の文化を学んでいたの。胸張って分かりやすい言い訳をしないでください。本当だって。アルマもやってみたら？燃えるわよ。お嬢様、状況は分かってますか？ここは日本という国です。そうではなくて。眠りについて100年経ちました。そうではなくて。そうではなくて。お嬢様は生命の石を奪われたんです。あ、それ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 じゃありません。まったくのんきなんですから。石がないとお嬢様の体は朽ちてしまうんです。ミイラだって同じようなもんじゃない。へりくつを言わない。ごめんなさい。とにかく石を取り戻しましょう。では時間がないので残りの知識は私から。何を恥じらっているんですか？恥じらうでしょう。ヤマトナデシコたるもの。ちゃんと伝達されていますね。え、ちょっと何？今度は何を始める気？何か勘違いされてますね。え？そっちね。もうお下品なんだから。管理人の話からすると、どうやら石を盗んだのは学生のようです。現在は夏休みで寮に残っている学生は5名。順番に当たっていきましょう。はーい。何ですか？ちょっと聞きたいんだが、君、さっき図書館の資料室に入らなかったかね？いいえ。言ってない。だからいいえって言ってるじゃないですか。いいえってことは言ってないんじゃないんですかね。そう、おかしいな。資料室に入っていく君をこの子が見たというんだがね。本当にこの人？よくわかんない。お兄様じゃなかったのですか？
違いましたか。ごめんなさい。すみません、人違いかも。そうか、じゃあ他を当たってみる。あ、いいえ、そうです、僕かもしれないです。かもしれない。あ、とにかく中へ。さあさあ、どうぞどうぞ。そうか、やっぱり君だったのか。はい、鍵を開けたのは僕です。他の連中にはできない、というか僕にしかできないんで。他の連中、他にもいたのかね。ああ、はい、オカルト犬のメンバーが。この人たちかね。そうですそうです、言い出しっぺはこの阿部ってやつです。いっつも偉そうなイケスかないやつなんですよね。うん、で盗んだものは今誰が。何この人。東さん、あ、聞いてますか。ああ、はいはい、なんとなく。盗んだものですよ。はい、これ。あ、これを。どうぞ。いや、どうぞって。ノートフォーカスなんで押すだけですから。はい、チーズ。あら、やっちゃった。ちょっと何すんのよ。これでも私は男爵令嬢なのよ。聞いてるの。ちょっとあなた、逃げるの？それでも男？そりゃ男でも逃げますって。アメ、アメ、助けてくれ。アメ。うるさいな、何なのよ。そうそう、それでジャッキーが逆立ちして受け止めるの。受ける。皆川。通信教育。もうすぐ免許改伝。早いでしょ。おい、皆川、待ってくれよ。もう俺、大変なことになって。皆川。石は誰が持っているの？石？私の中に入ってた石よ。知らない。そんなの知らない。どこ？どうしてね。何？どうしたの？助けてって何よ。ムカつく。あ、ごめんごめん、なんでもなかった。
収まったみたいだな。アズマのやつ何を騒いでいたんだ。阿部君さ、アズマ君はいいからそろそろ用件を話してくれない？ビール飲みに来たんじゃないでしょ。ああ、埋蔵金なんて嘘だったんだろ。何を言い出すかと思えば、情報サイトを紹介したのは私だけど、埋蔵金情報を見つけたのも計画を立てたのもあなたでしょ。私はミイラが見たくて相乗りしただけ。妙な言いがかりをつけられる覚えはないわ。見たんだよ俺、さっき高梨と会ってたろ。で、なんか渡してた。ミイラが見たいなんておかしいと思ったんだよ。俺を見くびるなよ鴨志田先輩。知ってるんだよ、あんたが前から俺を自己中人間だと思ってバカにしてるってことを。手を離しなさい。俺を利用したんだろ。一人だと手に余るから協力者が欲しかった。だからサイトをでっち上げて偽情報で俺を釣った。オカルトを科学寄りで解析する俺はありがちな頂上情報じゃ食いつかない。それで考えたのが埋蔵金だ。セキュリティを切ったのも高梨なんだろ。違うわ。いいんだよ、嘘をついたことはさ。高梨に渡したものが何かは知らないし、知りたいとも思わない。黙っててやるよ。その代わり。三宅です。夜分失礼します。はい。今開けます。こんばんは、三宅さん。ああ、いやいや、すまないね、鴨志田さん。実は、あら？あらら、あら。あの。すみません、出直してまいります。なんだ、今の。のりこちゃん。なんで逃げてきちゃったのよ。私にも恥じらいはあります。萌え萌え。もしかして喜んでいますか。怒らない怒らない、可愛いわよ。じゃ、行ってくるわ。お嬢様。石のありかを聞き出してくる。コソコソするのは性に合わないから。お嬢様。あれ。お嬢様。お嬢様。どうやら刃物じゃなくてねじ切ったみたいね。普通に言わないでください。とにかく警察だね。前を失礼いたします。何今の。さっきの子供もう一人いた。
あの服。服？ダブダブのは管理人のだろう。違うわよ。台車に乗っていた方。あれ、ミイラが着てた服よ。どういうことですか？それって。そうか、あの子たちを。麻酔くらいすればいいのに。優しいんだな、マコは。だって私の犬だもん。本当にいいのか？うん、いいよ。それじゃ、実験開始だ。大丈夫ですか、お嬢様。石を抜かれたから不安定になっているんだと思います。早く取り返さないと。お嬢様、どうかなさいましたか？100年か、うん、知ってる人はもうみんな死んじゃったんだね、うん、なんだか不思議。みんないなくなっちゃったっていうのに、一人ぼっちだっていうのに寂しくないの。まだ体は生きているのに、心だけは死んじゃったのかな。お嬢様、一人ぼっちではありませんよ。一人忘れています。アルマ、私はお嬢様と生きるために生まれたのです。お嬢様にお仕えするために。私はずっとそばにおります。そうか、だからか。お嬢様、大丈夫、もう平気。すぐ来てくれるって警察。どうかな、なんか信じてもらえてないっぽい。お前なんて説明したんだよ。まさかミイラが蘇って人を殺したとか言ったんじゃないだろうな。言ったわよ。バカ、それじゃいたずらだと思われるに決まってるだろう。だいたいミイラが蘇ったりするもんか。オカルトで考えすぎなんだよ。さっきの子供はミイラじゃない、人間だよ。アズマ君を殺したのよ。あれはまた別人さ、殺人鬼が入り込んでるんだ。皆川、俺がかけ直す。携帯貸せよ。いやよ、自分の使いなさいよ。部屋なんだよ。じゃあ取ってくりゃいいじゃない。いいから貸せって。阿部君、一人で行くの怖いんだ。嘘、マジで？あんた偉そうな割に肝っ玉小さいのね。バカ、武器もないのに出くわしたら終わりだろ。素手で戦えっていうのか。中国憲法のテキスト貸してあげようか。通信教育の憲法なんて使い物になるか。はい。次は本気で行くからね。私からも警察へ連絡入れといたわ。でもやっぱりリアクション悪いわね。どうも担当者の様子から察するに、日頃からうちの学生がいたずら電話かけてるみたい。じゃあ狼少年状態ですか？そんなところね。高梨はなんて？高梨？合祀の高梨先生。高梨にもかけたんだろ、鴨志田先輩。危険を知らせないといけないからな。危険って先生もいるんですか？
うん、用事があってね。今研究室にこもってるの。状況は伝えといたわ。用事って何ですか？教えてくださいよ、鴨志田先輩。ミイラから何を取ったんですか？ミイラから？何のこと？高梨先生に何を渡したんですか？先輩と高梨先生はどういう…なんだ？石はどこ？石？あなたたちが奪った石のこと、返せば命までは取らないわ。そうか、先輩があのミイラから取ったのは。それなら今は高梨が。石ならここよ。渡したんじゃなかったのか？返して。あなたあのミイラなの？ええ、そうよ。目覚めたの。え？嘘つけ！ミイラが生き返るか！信じないんだ。これでも？あ、違う。こんなところでどうかしら。さ、わかったら石を返してちょうだい。素晴らしいわ。ユーフロジーヌ・シュトゥディオン、神聖ローマ帝国期の名士、シュトゥディオン男爵の一人娘。文献によれば魔術によって永遠の命を与えられた。それがあなたなのよね。でも永遠の命を持ちながらなぜ埋葬されたの？呪い？それとも。そんなことはいいから、私の石を返して。石を取り出したことが蘇生のトリガーになったのね。この石は何なの？一種のパワーストーン。あなたには関係ないでしょ。石を返しなさい。ゆいちゃん。バカな真似はよせ。通信教育で勝てる相手じゃないぞ。通信教育がダメかどうか、そこでしっかり見てなさい。先輩、石を渡せ。皆川が死ぬぞ。ダメ。頭を使いなさい。渡したら最後、秘密保持のために全員殺されるわ。うわ、マイナス思考なんだ。やっ！ユイちゃん。さあ、石を。今のうちに。逃がしませんよ。あなたもミイラね。これは返すよ。返すから命だけは助けてくれ。阿部くん。うるせえ。なあ、約束してくれ。腹いせがしたいならこいつらを好きにすればいい。でも俺は関係ないんだ。ずるい。頼むよ、これを。阿部くん。you
最低男にふさわしい最後ですね。お嬢様、石は取り返しました。アルマ、命を保証しなさい。そうすれば仲間は解放するわ。どうなの？お嬢様、アルマ、どうなの？勝手ね。石を奪って私たちを起こして立場が悪くなったら助けてくれだなんて。答えは？わかったわ。でも石だけは返して。それがないと私は、はい、ゆいちゃん、何やってるの？だってチャンスだったから。バカ。ノリコちゃん、逃げるのよ。ゾンビだね。ああ、石がないのに動けるんだ。あの体にはまだ石のエネルギーが十分に残っているのさ。充電ね。じゃ、じきに切れるのか。面白くなってきた。限界みたいね。今頃あのチビちゃんどうなってるかしらね。もしアルマに何かあったら、あなたたちを絶対許さない。お待たせ。はい、バック。あいつらは？お嬢様、トラップです。ん？
の最後ですね。さあ、それはどうでしょう。高梨先生、相手はゾンビよ。あんな安易な方法で倒せると思ってるの？こんなこともあろうかと。さて、ではスパッと行きますか。まだ動いちゃダメですよ。繋いだだけなんですから。ごめんごめん。そうですか、男爵の夢を。うん、不慮の死を遂げた娘を蘇らせるために全てを捧げた初代ヒスディオン男爵、お嬢様を本当に愛してらしたんですね。お父様は常に気高く、まさに貴族だった。魔術に傾倒して周囲から揶揄され、悪魔に魂を売り渡したと世間に糾弾されても、お父様は凛としていた。きっと内心は辛く苦しかったと思う。でも私の前ではいつも微笑んでくれた。いつもそばにいてくれた。お会いしたかったですわ。お嬢様の蘇生技術を応用して私が作られたのは6代目の時、面影は初代に似ているという噂でしたが。そうね、横顔は似てたかな。6代目も素敵な方でした。うん、いい人だったね。私にもアルマにも優しかったし、それだけに7代目にはがっかりしたな。全くですわ。あの人はひどかったです。酒、博打、女、その挙句に莫大な借金を抱えて。まさかその借金の方に私たちを売り払うとは思わなかったわよ。アメリカへ売られ、流れ流れて今はこんな極東の国に。間違っても輸送途中に目を覚まさないようにって魔術師雇ってご丁寧にミイラ化までしてさ。目覚めちゃったけど。はい、縫合完了です。石を取り返すまでの応急処置ですが。
ありがとう。こちらこそ、先ほどはありがとうございました。え、先ほど？助けに来ていただき、感激しました。当たり前じゃない。アルマは私と違って、体が弱いんだから。さ、急ぎましょう。この命、そう簡単に終わらせないわ。お父様のためにも。いませんね、ミイラ。燃え尽きたってことはないですよね。ほら、言った通りじゃない。オカルトマニアが聞いて呆れるわ。マコ、よしなさい。彼女たちからみんなを守ろうとしてくれたんですから。さやか君、ありがとう。先生、自分が助かりたかっただけだと思うな。すまないね。どうも素直じゃなくて。それより君が無事でよかった。うんうん、さあ出ましょうか。行くよ、マコ。オカルト女は？え？ん？鴨志田先輩？やられたか。やられましたね、空っぽとは。この人、誰かをかばったんですね。まあ、見当はつきますが。ゾンビもお祈りするんだ。結構意外。何を祈ってたの？世界が幸せでありますように。石は誰が持っているの？あら、入ってなかった？おかしいわね。溶けちゃったのかしら。完全にふざけてますね。どうする、アルマ？今度はこちらが彼らを呼び込みましょう。ただし、ずるい人たちですからね。私たちもトラップを用意しましょう。あ、何？何をする気？彩香君、無事か？先生、そうか。この人がかばったのはあなたね。かばった？石はどこ？今すぐ返して。何を言ってるの？先生は関係ないわ。勘違いしないで。あなたは黙ってて。石は私が隠したの。私が持ってるの。またそんなことを。
本当よ。今から案内するわ。だから先生たちを。生命の石は私が持っています。先生。いいんですよ、さやかさん、ユーフロティーヌさん、石はお返しします。だからさやかさんを解放してください。石が先。信用してください。無理。さ、石を渡しなさい。この犬、もしかして。ええ、石の力でよみがえったゾンビ犬です。ないですよ。石は？さやか君が戻ったので石を返す理由がないですね。なるほどね。先輩がもう一人？先生。さあ、どっちが本物でしょうか。ほう、あなたの使用人はメタモルフォーゼができるのですか。石を返して。そうしたら正解を教えてあげる。先生、私が本物です。いいえ、私です。騙されないで、先生。違う、先生。うざい。偽物のくせに何を言ってるの。違う、秀一郎さん、信じて。私が本物のさやか。マコさん、なんてこと。変身が解けないね。あっちが本物だ。答えが出ましたね。先生、何が答えですか。さやかさん死んじゃったんですよ。何冷静にしてるんですか。愛してたんでしょ。お兄ちゃんは利用しただけよ。あの女が使用人みたいに動いてくれるから。まあ、その感謝を込めて助けられるなら助けようとは思ったんですけどね。そんな。ひどい男。私を売り払ったやつを思い出すわ。シュトゥディオン7世ですか。どうしてそれを。私たちの顔をよく見なさいよ。どこか似てない。ということは、あなたたち、シュトゥディオン家の末裔。なるほど、それで石のこと。そうです。そしてつまり、私とマコは生命の石の正当な相続人ということになるのです。ふざけないで。私は石が欲しいだけです。君たちは必要ない。っていうか邪魔。この使用人は君とは違い、華奢に作られているようですね。深い傷を負わせても耐えられるんでしょうか。やめて。
私のアルバを。私は妹に永遠の命を授けたんです。格別の愛を込めてね。愛してるよ、お兄ちゃん。私たちは永遠に一緒だね。大好き。楽しませてよ、ユーフロジーヌ。ゲームをしよう、ユーフロジーヌ。ゲーム？行くわよ。
じゃないんだから。ま、こんなこともあろうかとアロマが持たせてくれた瞬間接着剤でぬり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 、よし、これでなんとか。うわ、マコ！ユーフロジーヌ見つけた。自然死なんて許さない。私があなたを終わらせるの。永遠の命を勝ち得た証としてね。痛くないのが残念ね。よくもよくも私の顔を。次はもう半分よ。悔しい、負けたくない。でもアルマ、お父様、金、アルマ、もう逃げる気力もなくなった。一撃で終わらせてあげるわ、ユーフロジーヌ。あなたに永遠の命はふさわしくない。お疲れ様でした。あの人の遺体がそばになかったら死んでるところでした。ありがとう、おかげで助かったわ。気づいていただいてよかったです。以心伝心よ。以心、あ、そうです、石を見つけたわ。
返したよ、お父様。お嬢様。石さえ戻ればこんなもんよ。一言伝えに参りました。見たことは全て忘れてください。何も話さない方がきっとあなたにとって。ねえ、これでどう？夏なのに暑くないですか？そのまま歩くわけにいかないじゃない。お似合いですよ。ありがとう。ちゃんと治るよね？大丈夫です。医師が治してくれます。でも大きな傷ですから時間はかかると思いますよ。どのくらい？そうですね、100年くらいでしょうか。また100年？あ、そういう冗談やめてよね。すいません。さて、これからどうしましょうか？ま、なんとかなるんじゃない？今までそうだったんだから。そうですね。いい天気ね。はい、盛大に入道雲が出ていますが